皆さんこんにちは、リキチャンネルです。今回はバングットさんからスライムが届きました。こんなに可愛いなんか動物の形してるスライム4個とこのマカロンのスライムセットが届きました。とっても可愛いです。じゃあ早速開けてみます。では紹介します。いつも通りこのスライムたちは全部下にリンクが貼ってあるのでぜひ見てください。全部のスライムが載ってるリンクも貼ってあるのでぜひ見てください。すっごくたくさんあります。じゃあ早速これ出してみたいと思います。まずこれはいろんな、ね、動物のスライムセットです。かわいいキラキラしてる4色で値段が1731円です。でマカロンの形したスライムが6個入ってるセットです。マカロンスライムセット値段が1209円です。じゃあ早速一つずつ開けてみます。まずはこの動物たちで、まずは紫色からにしようかな。こんな感じでクマのスライムです。ここにねクマの顔のシールが貼ってあって紫色です。で耳がすごいポコポコになってて梅干しみたいな形してるんですよ。じゃあ開けます。じゃん、おー綺麗。じゃあ出します。にゃ、こんな感じのスライムです。すごい硬いです。こんな感じ、すごい綺麗な色してるスライムです。あ、でも気持ちいい。ちょっと硬い部分がある。私はもうちょっと柔らかいのかなと思ったけどちょっと硬い。でも硬い部分取ると超柔らかくて気持ちいいです。ほらすごい気持ちいい。お、音いい。綺麗な色してますね。すごい綺麗な色してて可愛い。こんな感じでよく伸びます。綺麗色が、いや、ちぎちゃった。こんな感じです。じゃあ次次はピンク。ピンク綺麗。おー綺麗綺麗。出します。あ、ピンク硬いとこないよ。ツンツン。おー気持ち綺麗。ピンクすごいキラー。なんかねゆっくりやると伸びるけど力いっぱい伸ばすとちぎれちゃいます。こんな感じで綺麗な色してる。おーこれはいい。気持ちいい。すごい固めのスライムだけど触りごたえがあってね気持ちいいです。こんな感じですごく気持ちいいです。じゃあ次いきます。じゃあ次は青。青はクマだ。形クマで顔もクマです。でまた耳、はい、おこんな感じです。綺麗なんだけど青。あ綺麗。あまたちぎれちゃった。こんな感じですごい綺麗です。おお綺麗。すごい青がすごい伸びますね。あすごい綺麗で、あ、な綺麗だけどちぎれちゃう。でもすごいね固めでもすごい綺麗で気持ちいい。こんな感じです。すごい気持ちいい。じゃあラスト、ラスト動物はラストです。いきます。じゃん、おお、あこれ一番柔らかいかも。じゃん、こんな感じ。あ、これ一番柔らかい。こんな感じです。すごい気持ちいい。動物はこれで以上です。次はマカロンのスライムです。こんな感じのすごく可愛い箱に入ってます。ここが透明なのもいいですね。可愛い。こんな感じで入ってる。可愛い。じゃあ一個ずつ出します。まず、あ、あ、開いちゃった。開いちゃいました。あ、あ、痛い痛い。こんな感じでちょっとは多分届く時に開いて出ちゃったんだと思うんですけど、こんな感じで中になっちゃいました箱の中で。まあしょうがないね。ピンクだけ、うん。じゃあ出します。なんかすごい甘い香りがするんですよ。で緑、黄色と紫とピンクと、であとはこれ青です。でなんかストラップもついてます。じゃあまずこれね、なんかすごいいい香りする。なんだろうこの匂い。じゃあ出します。まず黄色から。
じゃん。綺麗。え、すごいこれ。やばいですよこれ。超綺麗。やばくないですかこれ。これはすごいですよ。皆さんこれ本当におすすめです。超柔らかくて気持ちいい。びっくりしちゃった。じゃあ次は青。すごい、あー綺麗。こんな感じです。よく伸びる。やばいよ。さっきと同じくらいの柔らかさかな。動物のやつと比べたらやばいくらい柔らかいです。すごいこれは本当に。次は紫。綺麗紫も。これはちょっとびっくりしちゃったよ。あー綺麗だし気持ちいい。柔らかい。すごい。じゃあ次いきます。緑綺麗。すごい。あ、ちょっと硬い部分が入ってた。ほんとすごいこれは。でラストはピンクです。おお、きれいきれい。すごい。こんな感じです。すごいしやばいですね。びっくりしちゃいました。すごすぎて。柔らかいですほんとに。こんな感じでスライムは以上です。本当にどっちも可愛くてすごくね気持ちよかったです。もう本当にびっくりしたのはこのマカロンたちですよ。この子たちはすごい。本当にすごいです。柔らかくてすごく綺麗だし気持ちよかったです。動物たちも固めだけどすごい触りごたえがあって気持ちよかったです。今回はバングッドさんから届いたスライムを紹介しました。すごく可愛くて気持ちよかったです。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ビクチャンネルでした。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございます。そして前の動画もここにあるのでぜひ見てください。でチャンネル登録はあ、ここチャンネル登録もよろしくお願いします。そして Twitter と Instagram もフォローよろしくお願いします。ビクチャンネルでした。バイバーイ。